はい、皆様こんにちは。メロニカの長谷川です。岸田です。よろしくお願いします。はい、では前回配信機材の紹介をさせていただきましたが、今回は実際配信している様子を皆様にお届けしたいと思います。では早速やってみましょう。それぞれのカメラから HDMI ケーブルでスイッチャーに映像を入力します。こちらのスイッチャーは入力されたカメラの映像を切り替えのできる機械です。そしてこちらのモニターでどのカメラの映像が配信されているか確認したり、次どのカメラの映像に切り替えるかを確認します。こちらは演者様用のモニターです。実際に配信されている映像がこちらで確認できます。はい、今回は配信ライブをどのようにしているかご紹介いたしましたが、ベロニカはこれからも、配信ライブに力を入れていきます。はい、では早速ではありますが、本日14日金曜日と明日15日土曜日はベロニカ主催のブッキングライブを行います。イエイ。そこで一応配信ライブも同時に、皆様にお届けさせていただきますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。詳しくはベロニカホームページにて記載させていただきますのでご覧ください。ではまたベロニカでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。